皆様、新年明けましておめでとうございます。新年早々お集まりいただいてありがとうございます。私は東大病院の方の、精神医学を担当してまして、この文学部には2年に1回この教室に参ってですね、文学部の心理学科の方が主なんですけれども、3年生4年生の方に精神学の講義をシリーズでやっております。で、東大の精神科はですね、1886年から存在してまして、120年以上続いてるんですけれども、文学部とのお付き合いは長くて、聞くところによりますと、その文学部の、精神学の講義は以前精神病理学と呼んでいて、大正時代から講義があったそうです。で、しばらくはその文学部の方が精神学の講義を聞くニーズっていうのは、三島由紀夫を理解するためとか、そういうことだったそうなんですけれども、最近は私がたちが講義をしますと、リアクションペーパーを書いていただくと、身近な方にですね、例えば親御さんとかにうつ病の方がいるんだけれども、どう対応したらいいんでしょうかとか、今後、社会に出た時に、職場で身近な方がうつ病になった時に、先生から聞いたことを役立てたいとかですね、そういうような感想の方がむしろ増えてきて、ニーズが変わってきました。そういうことで、精神学自身もですね、医学の中では脳と、また精神という非常にわからないものを扱うので、臓器ではあるんですけれど、医学の中で異端児だったんですね。ところが、最近は、かなり医学の中でも重要な、分野として認識されてきています。一つには脳科学が進展してきたからであって、で、また精神医学っていうのは医学の中で最も社会と近いっていう、学問なんですね。そのために、総合人間科学として重要視されてきているということです。で、今日はそういうことで、精神学っていう、領域がですね、以前の精神病理学っていうような三島由紀夫の理解っていうのにとどまらずですね、社会の役に立ってると、あとは皆さんが一人一人がですね、精神学の専門家でなくても、メンタルヘルスについての実践的な知識を身につけていただくことで、ご自身や身近な人にとっての、介護者、ケアラーと、なれるというようなことで、最終的に、お一人お一人の幸福っていうのを達成する中で、精神の幸福を達成することが非常に大事で、それが結果として社会の豊かさの向上にも役立つと、そういう話をさせていただきます。で、1時間弱ぐらいで講義を終えまして、あとはグループワークをしていただいて、5グループぐらいに分かれていただいて、皆さん自身がですね、私の講義を聞いていただいて、持った感想をですね、寄せ合っていただいて、これから例えば身近な方が、心の失調で悩んでいるという場合に、どういうことをしてあげられるのかとか、そういったことを話し合っていただいて、発表していただくような時間にしたいと思います。で、資料もお付けしてますので、メモとかあんまり取らなくても大丈夫ですので、気軽に聞いてください。で、まずこのスライドは、2008年の「ネイチャー」という有名な自然科学の雑誌に掲載されたものでして、イギリスの、有識者の会議が、今後の、国の、豊かさ、富裕度にとって、ウェルスにとって何が大事かということを議論して得た最終的な結論が、これは心の健康が大事であるということを書いてあります。で、言ってみれば当たり前なんですけれども、心の健康の大事さっていうのは、なかなか言葉で表現されることはまだまだ日本では少ないと思いますが、これから述べますように非常に重要なわけです。で、
健康っていうのは基本的な権利、基本的人権だと思うんですけれども、体の健康だけでなくて心の健康を実現することっていうのは基本的な人権だというふうに思います。で、ライフステージに沿ってゆりかごから墓場まで一人一人の心の健康を育み実現すること、これが達成されることが精神学の目標であって、それが結果として社会全体の豊かさにもつながるというのが精神学の考え方です。精神学は全体が良くなる、社会全体が良くなるために最大多数の最大幸福が達成されればいい、そのためには特定の人は犠牲になってもいいという考え方をとってなくて、あくまで一人一人の方の心の健康が達成されることが大事で、結果として社会の豊かさにつながるという考え方をとっています。ですので、そういう、いわゆる思想とか全体主義とは全く無関係です。で、そのために心の健康を育んで実現するためには、この精神疾患の予防と早期の支援が非常に重要であることが分かってきました。というのは、精神疾患というのはある特定の方だけがなる稀な疾患ではなくて、非常に多くの方がなるからなんですね。で、ここにもお示ししてますように、ゆりかごから墓場までさまざまな環境的な要素が心の健康という資本、キャピタルをですね、高める、あるいは低める要因になってます。で、これをいかに、高め、また心の健康を阻害する因子を弱めていくか、で、これをいかに早期にやっていくか、これが一人一人で達成されると、社会全体の豊かさにも結果としてつながるということです。で、精神疾患というのはですね、一般人口の中において非常に頻度が高くて、実に4人に1人の方が生涯で一度は精神疾患にかかります。これはうつ病、不安障害、統合失調症、さまざまな疾患を合わせた値です。しかも精神疾患の発症っていうのは、従来一般の印象よりも非常に若くして発症します。で、精神疾患になった方にインタビューを大規模に行うと、初めて精神疾患にその方がかかった年齢っていうのが75%、専門的な言い方のパーセンタイルですけど、24歳までに75%タイルの方が発症してます。で、14歳までに50%タイルの方が発症しているっていうことが分かってます。で、精神疾患はうつ病や認知症などですね、高齢者でもかかる病気ですけども、その多くはです、発症時期が若いんですね。これは意外に印象とずれてるんですけれども、疫学的に証明された事実です。で、多くの精神疾患がこの10代から20代に発症年齢のピークが来ます。で、どうしてなのかってことは後で述べていきます。で、精神疾患は非常に頻度が高くて、思春期に始まって人生の長い時期をその疾患を抱えながら過ごすので、それを掛け合わせると非常に疾患としての社会の負担が大きい疾患になります。で、疾患による個人の方の苦しみを数字で表してはいけないんですけども、その疾患にどの程度対策をすべきかってことを考える上では、どうしても数値化が必要で、そういう数値がデイリーズっていう数値が WHO によって作られてまして、それが感染症を除くと非感染症の中で精神疾患が最も多いということが知られています。これも従来では印象だと心臓の病気とかがんの方が死亡率が死因のトップになってますんで、そっちの方が重要じゃないかと思うんですけど、そうではなくて精神疾患を若くして発症するので、で、長くその疾患を患って働けなかったり、
ずっと、具合が悪い状態が続いたりするので、このダリーズ、デイリーズが高い、ということになるわけなんですね。で、世界的に WHO をはじめとして、このメンタルヘルスに対する対策が打たれてます。デイリーズが一番高い疾患なので、最も多くの、お金や人的資源をつぎ込んで、各国とも自殺の予防とかそういうのに取り組んでいるのが現状なんですが、日本においてはまだそれが不十分にしか達成されていません。で、これはアジア諸国全般に言えることで、韓国とか中国とかも欧米諸国に比べればメンタルヘルスに対する考え方がまだ古い状態です。で、東京大学の精神学教室のだいぶ前の教授の呉修造先生という方が、この福祉関係者の中では非常に有名な言葉をこのように残してまして、我が国何十万の精神病者は実にこの病を受けたるの不幸のほかに、この国に生まれたるの不幸を重ねるものと言うべしという言葉を残してまして、日本における精神疾患を持つ方の扱われ方が非常に劣悪であって、戦前では座敷牢というのがあったんですね。そういうところに精神疾患を持つ方が収容されている状況を、その当時のドイツの精神学と比べて憂えた言葉です。で、その後この呉先生は全国を回って精神病を持つ方がですね、座敷牢にいらっしゃるような実態を調査して、そういうことに対して政府に対策を働きかけていった方です。で、日本でも戦後になって、もちろん座敷牢はなくなりましたし、精神保健福祉法などの法律が整備されて、徐々に良くなってきてはいるんですけれども、やはり欧米諸国に比べてメンタルヘルスの、対策がずっと遅れたままになっていると、追いつかずにいるということが問題となっています。で、後でも述べますけど、日本ではまだ精神疾患に対する偏見や、あるいは一般の市民の方の中で精神疾患に対する知識が低いので、精神疾患を患っても偏見を恐れてサービス機関に行かない、あるいは精神疾患になっても気づかないということで、1年で2割の方しか必要な人が治療を受けてないっていう実情があります。それから自殺が14年連続3万人を超えているというのも、OECD 諸国の中で非常に最悪の状況になっているわけです。で、今日のお話を理解していただくために、精神疾患の中で一つだけ実例を出して説明していきます。これは統合失調症である必然性はそんなにはなくて、うつ病でも不安障害でもいいんですけれども、統合失調症っていうのは思春期に発症する方が非常に多い疾患で、精神学の重要性を考える上で非常に重要なので、ここに例として挙げてます。で、決して稀な疾患ではなくて、人口の1%の方がかかる病気で、10代から20代の思春期、青年期に発症して、慢性に社会機能が低下します。で、非常に悲しいことですけれども、約5%の統合失調症の方が自殺で人生を終えるという疫学的なデータがありまして、特にこの発症後数年以内に多いと言われています。統合失調症の発症過程なんですけれども、まず前駆状態という時期が現れます。この時期は我々精神科医でも診断が困難な時期です。まだ症状が弱くしか出ませんので、うつ状態や不安障害と鑑別が難しい時期です。で、この方はプライバシーのために
保護のために改編してますけども、高卒後に就職したばかり、こういうふうにこれまでの人生に比べて社会的な枠組みが広がって、より精神的に負荷がかかるような時期に発症することが多い印象があります。なんとなく人から見られている気がして外出できないとか、授業でも前の方に座ってると後ろから見られている気がするのですごい後ろの方に座るとか、あるいは教室に入れないとかというような形で始まることも多いです。小さい物音がすごいうるさく響くということで感覚過敏ですね。それから理由もなく不安に駆られる、こんな様子で来院されます。で、来院される方もいるし、こういう苦しい状態であってもそれが精神的な不調だと気づかないで来院されない方もいらっしゃるわけですね。で、次第に本を何度読んでも内容が理解できない、これは脳機能の障害が起きてきて思考が混乱する状態です。で、フィクションが本当に起こりそうだ、これ妄想の始まりです。自分が崩れていきそうな感じがして怖い、人間というのは無意識に自分が自分であるっていう自我の感覚を持っているわけですけれども、脳機能障害が起きてそういう感覚が揺らぐんですね。これは非常につらい状態です。で、会社を休んでるんですけども、会社復帰について上司と話し合ったことをきっかけとして顕著な幻聴、幻の声が出現してきて統合失調症と、この時点だと確定診断することができます。で、その後統合失調症の方の多くは今のところ残念ながら治療はもちろん有効なんですけれども、幻聴っていうような症状はまずまず治まるんですけれども、意欲の低下っていうか自発的に何か行動を起こすというようなことが弱まったままになってしまう方が多くて、病気になる前のそういう意欲を完全に取り戻して全く治ってしまったっていうふうにはなかなか言えない病気なんですね。で、ごくまれに、全く跡形もなく治るっていうような方もいるんですけれども、多くはそうでないと。ここに病態の進行があるんですね。この背景に脳機能の進行性の異常があるわけです。で、統合失調症を含めてこの精神疾患っていうのはもともと気味が悪いもの、狂気で、なんて言うでしょうか、魔女狩りの対象になったり、そういうふうに扱われて医学の対象でないものとして扱われてきたわけです。ところが特に1800年代ぐらいになって、特にドイツで医学が進歩してきて、まず神経疾患ですね、脳の病気、アルツハイマー型認知症などが脳の病気であるってことが、亡くなった患者さんの脳を調べることによって死後脳って言いますけど分かってきたと。グリオーシスっていう神経が変性する所見がアルツハイマー型認知症の方だと見つかってきたと。では統合失調症っていう気味の悪い病気はどうなんだということで、統合失調症の方が亡くなるとその死後脳の研究がドイツなどで非常に1800年代後半ぐらいから100年ぐらいにかけて面々と行われたわけなんです。ところが統合失調症の場合はお亡くなりになった死後脳の研究を進めてもグリオーシスが顕微鏡で見つからないんですね。ということで非常に思春期に始まる若く始まる認知症のような病気で、創発性痴呆っていうふうにクレペリンっていうドイツの精神学者が100年前に名付けたんですけれども、それに対応する神経病理学的な所見がない疾患であるという謎の疾患のままになってたんですね。で、その後1980年ぐらいになって疫学が進展してきて、冬生まれの方は統合失調症に大人になってからなる確率がわずかながら高いとか、遺伝子の
研究が発展してきて、統合失調症のを持つ方を大勢血液をいただいてきて、健常者の方と比べるとわずかながら、オッズ比っていう比率でいうと 1.1 倍とかなんですけども、関連する遺伝子が見つかってきたりするっていうことで、神経発達に関連する遺伝的な素因の異常と、生まれる直前直後ぐらいのお母さんの母体にいる頃の環境因の影響、冬生まれってことはインフルエンザにかかりやすい時期なんですけども、そういうことの影響で神経発達障害が生じて、大人になってから統合失調症になるのではないかと。ところが病気になってから臨床的な症状は先ほどお示した症例のように進むんですけども、神経病理学的所見がないので治し方が医学的な疾患のように何かターゲットとなる分子が見つかってそれを叩けばいいっていうふうになってこなかったんですね。それなのでたまたま見つかったドーパミンっていうのを抑える薬が統合失調症に効くことがたまたま見つかったことで、それを投与すると幻聴のような散出性の陽性症状が緩和するので、それをほぼ生涯にわたって飲み続ける、っていうような、だけども完全に治るわけじゃないというような悲観的な治療感が形成されてしまって、統合失調症ということを、患者さんに、医師がお知らせするというのは宣告のような感じになってしまって、病名をお伝えすることもはばかれるような時代が90年代ぐらいまでそうでした。ところが、その統合失調症の治療感を変えたのが、こういう、ニューロイメージングといわれる、研究で、こう MRI を取る技術が90年代に進展してきて、統合失調症の方にご協力いただいて、初めて統合失調症にかかった時とそれから数年後っていうのを2回、MRI を撮像しまして、その脳の、体積が減るかどうかをこう調べる研究が出てきたんですね。でそうしますと、この統合失調症の方っていうのはこれまで分かってなかった、顕微鏡を見るだけで分かってなかったんですけれども、実際に患者さんの脳のスキャンを MRI で取ると、初めてお病気になった頃と 1.5 年後で重要な領域のこの上側頭回っていう領域なんですけど、幻聴の発生と非常に関わりの深い部位、こうした領域がわずかながら進行性に、体積減少が起こる、ということが分かったわけです。で、そういうことが分かったので、まあ、顕微鏡では分からなかったわけですけれども、実際の MRI スキャンの技術の発展で、こう脳病態が放っておくとこう進行する可能性のある病気だということで、逆にここに対応することによって進行を食い止めたり、ひいてはこう発症をこう予防することができる可能性がこう出てきているわけです。最近さまざまな生物学的な研究が行われて、ここのこう進行を阻止したり発症を予防するための薬物の開発、それから心理学的あるいは社会的なサポートの開発というのが行われて、統合失調症を持つ方が治らない病気じゃなくて完全に回復する可能性がある病気であるっていうふうな治療観に変わってきているわけです。で、東大病院の精神科でも統合失調症の前駆状態と考えられる方、あるいは初めて病気を発症した方に対して早期に支援することを行っています。で、統合失調症を持つ方を含め、精神疾患の方の支援を考える上では、やはりこの精神の病気なんですけれども、その背景に
脳機能に異常があるってことをきっちり押さえておかなければいけません。ですから精神学っていうのは医学の中の一分野なんですね。そこが精神学っていうのは心理学と、まあ、協調はしてますけども、一応立場が違うところです。で、精神疾患を持つ方の支援を考える上ではこの脳と精神と生活っていう当たり前の言葉の概念をきっちり押さえる必要が出てきます。で、医学の分野っていうのはそれぞれ特定の臓器を扱います。循環器内科は心臓ですよね。腎臓内科は腎臓というふうに臓器を扱うんですけれども、精神学はもちろん脳を扱うんですけれども、その働きは心っていう全く見えないものです。で、ここでちょっと難しいんですけども、精神機能っていうのは人間独自のもので、猿やこう霊長類にはいわゆるこう人間と同等な高次の脳機能、心というものは、ないわけですけれども、人間はこの言語を持つことによって、自分自身についてのこう像を、形成する能力を、持ってるわけで、これは仮想的に、イメージとして示してますけど、自分自身の像を形成する能力を持ってます。で、自分自身のがどういう状態なのか、精神的な状態がどうなのかってことを言葉で、理解することができるわけですね。言語っていうものを、思考の道具として、使ってるわけですね。で、また、この心やこの脳機能っていうのはそれ単体で、存在してるわけではなくて、必ずそのある生活という場面で、存在してるわけです。で、脳とかこう精神の機能が働く場のことを当たり前の言葉ですけど生活と、呼びたいと思います。で、これは別にまだその精神学の中で確立された呼び方ではないんですけれども、理解を深めていただくためにそういうふうに定義した方がいいと思っています。で、脳とか精神というのはこの社会の中、社会というのは家族や友人や地域や環境文化の中で機能しているわけです。で、そういう社会と交通しているわけです。で、まあ、言語的あるいは非言語的に交通しているわけですけれども、ここでは言語をコミュニケーションの手段として使って、脳っていうのはこう精神機能を持って自己像を形成して、でそれを、なんていうんでしょうか、再帰的に自分にフィードバックしてここを発展させて、それがまた脳機能にこう刻まれるっていう仕組みを、持ってるわけです。で、それは他者との交通によってさらに発展して、これは小さい頃でしたら母子関係、親と子の関係でここが発展しますし、思春期になりますと自己像を形成して自分自身でこれを振り返ることができるようになるので、自分自身でこれをこの回路を回すことがこうできるようになるわけです。これが自我の成長です。で、進化っていうのはあまり目的論的に議論しちゃいけないっていうのは専門家の先生から教わるんですけれども、なのであんまりためにっていう言い方しちゃいけないとは思うんですけれども、精神医学を考える上ではやはりこの生活っていうことを成り立たせるために、脳や心がこう霊長類からこう進化してきたのではないか、この生活というのはすなわち、社会、すなわち、家族や友人や文化や環境、こういうものの生活をより、うまく成り立たせるために進化してきたのではないかと。で、個体発達上も、この生活ということをうまく成り立たせるために、思春期にこの自我が生じてきて、この脳と心のこの再帰的な回路を、自分自身でこう回すようにこうなってくる
のではないかというふうに思うわけです。それというのも進化学者の方にお聞きすると、霊長類以下の動物ではこの思春期が非常に短くて、第二次成長が始まるとすぐ大人になってしまうそうなんですけれども、人間では10歳から25歳ぐらいまで、脳の成熟がゆっくりゆっくり進行します。その15年ぐらいのこの思春期の意味っていうのは、この回路をゆっくりゆっくり回して脳と心をこう成熟させるための仕組みであろうというふうに思うわけです。で、そういうふうに考えると精神医学の目的は何かっていうことが分かってきます。精神医学っていうのは精神症状を改善させることは副次的な目標であって、より本質的な目標っていうのはこの人間のこの生活を成り立たせることで、この精神機能が破綻していることによってこの生活が破綻しているところ、ここを成り立たせること、これが精神医学の目標になってきます。ですので精神医学で取り組むことっていうのは、もちろんこの図で言いますと薬物療法ではこの脳に直接働きかけてこの全体の回路を支えるわけですけれども、精神療法というのはこの辺りに働きかけます。で、社会的な療法というのはこの生活そのものを支えることをしていきます。ですので精神学というのは診察室の中で患者さんに薬物を投与するだけではなくて、働くこと、就労の支援、あるいは生活の支援、こういうものも、いろんな職種の方と連携して進めるわけです。これが、当事者の方にとっての、ニーズであって、またそのことによって当事者の方の、クオリティオブライフ、幸福と言ってもいいかもしれませんけどが高まるわけです。で、これはこの、スライドにあるのは日本理化学工業っていう障害者を 70% も雇っている、知的障害の方を 70% 雇って、全社員の中の 70% が知的障害の方で占められているチョークを作るトップチョークのトップシェアの会社です。で、ぜひこの大山康弘さんの著作を読んでいただきたいんですけども、その本の中にこういうことが書いてありまして、社長の大山さんがその知的障害を持つ方がもっとこうのんびり施設で暮らしていればいいのに、なぜか働きたがると。で社長の大山さんは不思議に思って禅僧に尋ねたところ、幸福っていうのはこの人に褒められることと人に役に立つことと人に必要とされることで、こういう幸福っていうのは働くことによってのみ得られるものであると。だから知的障害を持つ方は施設にいることよりも、働くってことを自ら選んでるんだっていうのを、禅問答をしています。非常にこういう方々っていうのは精神学の知識を持ってるわけではないんですけれども、本質的なことを言っているなと感じます。ですので東大病院の精神科にはデイホスピタルっていうのがあって、若者の患者さんがですね、一旦精神疾患を持つことによって働けなくなって、あるいは学校に行けなくなっている状態の方に復学してもらったり就労してもらったりするような取り組みを積極的にやってます。それによって復学や就労が果たされると患者さんは見事に回復していきます。これは単に診察室で精神症状を抑えていることと全く本質的に違う状態の改善が得られるわけです。で、あとですね、この精神疾患を持つ方の支援ということを考えるときに、先ほどから少しこう出てきている思春期っていうライフステージがどういう重要な時期なのかっていうことを深く考える必要があります。で、ここでは思春期っていうのを第二次成長が始まってから脳が成熟を終える10から25歳ぐらいまでの長い時期と考えて、これは
前期を思春期、後期を青年期と呼ぶこともありますけど、毎回毎回思春期青年期と呼ぶとまどろこしいので思春期と呼ばせていただきますが、このように高校生が野球やってすごい健康な時期だなっていうイメージがある時期なんですけれども、本当は違うわけです。精神疾患が最も多く始まる時期なんですね。でそれから思春期の、死因としては他の、体の病気で亡くなることはほとんどなくて、大体事故、交通事故か自殺なんですけれども、日本の場合は若者の死因の第一は自殺となってます。で非常に思春期の自殺が、日本で問題になってます。でさっきから出している図を、思春期に、どういうふうにこれが、この回路が回るかってことを考えていきますと、脳っていうのは精神機能を生み出して、先ほど言ったように、自分自身をこうの像を形成する能力を、思春期に持ちます。それによって、この社会との交流を通じてこの回路を回して、心を発展させていくんですね。社会から、10歳ぐらいまではこういう自我っていうものがほとんどなくて、こうしたところの回路があんまりないんですけれども、10歳ぐらいになってくると自分自身ってどういう人間なんだろうとか、こう人からどう思われてるのかなっていうようなことをこう考え始めるわけですね。でそれを、内言、言語によって自分自身の自己像をこう把握するようになって、で改変していくわけですね。で、自分はどういう、こう哲学の人にこういう話するとちょっと笑われてしまうんですけども、単純に言うと自分はどういう人間なのか、で自分はこうどういうふうな存在としてありたいのか、価値っていうものを、この回路をぐる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 回しながらこう形成して発展させていくのが思春期です。でもうちょっと詳しく言うと、児童期にはこの自我があまりまだ発達してませんので、自分自身の自己像を形成する能力が発展していませんので、それを本人の脳を支えているのはこういう親の愛情とか規則といった外部装置なんですね。それによって脳内の辺縁系といったところがこう発達してきます。で第二成長が起こって性ホルモンがバーってこう出てくる時期になると、親よりもこう仲間との関係の方が、そういう社会報酬の方が大事になってきます。で、自分自身の像を形成する、自我の機能が出てきますと、将来の希望とか目標を持つってことが出てきて、それに向かってこう自分を発展させていく。で、その発展が達成されると、こう基本的な報酬とかが得られなくても自分自身で報酬が得られる、こう内的な報酬に変化してくる。それによってこう人間性が確立してくるというふうに考えます。で、そういうふうに思春期の発達を考えることによって実際に精神疾患を持つ方の支援というものが深い形で可能になります。例えばこの患者さんの例では、こういうことはよくあるんですけれども、診察室に、患者さんが初めて入ってくると、本人も、自分自身のことを病気だと認識してないんですけれども、何かこう困ったことがあって、来られてるわけなんですね。でも非常に落ち着かなくて、すぐ出て行っちゃったりしようとしたりとか、そんなふうな状況で診察が始まることも多いんですね。でこの方もどこに行っても家族の声でお前は無能だ死ねと聞こえる、もうこれだけで統合失調症の始まりかなというふうに思うわけですけど、監視されていて怖い、落ち着かず怯えた様子で入室して、親には病気だと言われて、精神科に行けって言って、それでご本人も素直なので来たんですけど、こうしたことは本当の出来事であるから、病気ではないというふうにおっしゃってる。すごい落ち着かなくてそわそわした感じで入室しています。でこういう患者さんに、あなたは統合失調症だと思います、
薬物療法が必要です、あなたの言っていることは妄想ですっていう、もし私が申し上げたらどうなるでしょうか。多分この患者さんは、いやこれは本当の出来事、病気ではない、こんなところに来ても意味がないと言って、多分、診察室を出て行ってしまうんじゃないでしょうか。そういうふうにならないために私たちがどういうことをやっているかというと、落ち着いて話を聞くわけですね。そうするとだんだん患者さんが初心であっても話をし始めます。そのためには 1、2時間かかることも多いんですけれども、病気の症状を聞くというよりはその方の、これまでの経過を聞くようにこう努めるわけですね。そうするとこれも少し改変はしてますけど、代々学者の家系でお父さんも弟も教員で、そういう家系で育つと、どういうふうになるでしょうか。無意識のうちに、そういうふうに、周囲から、教員になることを期待されたり、で自分自身も、それを、目標にな思って、自我をこう形成してきた人じゃないでしょうか。ところがご本人は、大学に入れず高卒で、事務職に就いた頃から、発病してる。で発病によって退職を余儀なくされたんですけれども、やはり大学に入り直したいという希望をすごい持ってると。で弟さんが非常に成功しているので弟と比較されてすごい肩身が狭い思いをしてらっしゃる。こんなようなことがお伺いしているうちに、初心の患者さんでも、治療者との間にこう信頼関係が築けて、治療が導入できる、わけです。ここでもご本人がすぐさま統合失調症という病気の本質をすべて理解して、薬を飲み始めるとかではないんですけれども、治療者が、その方の、この価値形成に寄り添って話を聞いたことで信頼関係が形成されて、次からもこの治療者のもとにやってくるようになるわけですね。こういうのが思春期発達の価値形成というものを理解した個別支援になってきます。であとこれまで見逃されてきたんですけれども精神疾患を持つ方自身だけでなくて精神疾患を持つ方を支えている家族の支援ということも非常に大事になってきています。でこの例ではお母さん A 子さんという方が統合失調症を持つ方です。で現在例えば40歳ぐらいなんですけれども子供さんが15歳の時にお母さんは35歳で、で35歳の時にちょっと遅いで遅ればせながら統合失調症を発症してしまった。しかしながら本人も夫もそれが病気だと気づかなくて5年間治療を受けなかった。で15歳から20歳に至るまでの5年間のお子さんというのはどういうふうになるかということです。で治療を受けませんのでお母さんは例えば幻聴がすごい聞こえてブツブツ言いながら夜中寝ずに息子さんの周りを徘徊するかもしれないですね。で思考が混乱していったり意欲が低下するのでお弁当を作れなかったりするかもしれません。であるいは作れても毎日毎日同じお弁当のメニューだったりするかもしれないです。そういうふうになるとこれまで優しく自分を育ててくれたお母さんがこう変わってしまった、どういうことだろうっていうことがずっと分からずに5年間そのお母さんというものが変わってしまって怖い人になっちゃうわけですね。でお弁当を作ってくれない人でずっと寝ている人あるいは夜中にこう徘徊する人ということになってしまうわけです。でこういうことがこの息子さんの方ですね。息子さんは健常者なんですけれどもこの方の、思春期自我の形成や価値の形成に非常に大きな影響を及ぼします。でまたこういう15から20歳ぐらいなんですけれども通常はまだ
親御さんからいろんな支援を受ける年代なんですけれども、逆にお母さんが機能してないので、その15歳の息子さんの方が余分にしっかりしちゃってお母さんを支えて、それをまたお父さんからそういう機能を期待されて育つって、そういうそこですごい無理がかかります。でこういうあのお子さんっていうのは非常に多くて、こういう方を支えていくっていうのもすごい大事なことです。でこの中村由紀さんっていう漫画家がいらっしゃるんですけれども、この方はですね、お母さんが統合失調症で、その方をずっとこう支えてきた人なんですね。でそのことをこう漫画です。非常に分かりやすく書いてます。で夏狩育子さんという方も精神科医なんですけれども、夏狩さんが思春期の時にお母さんが統合失調症を発症して、この A 子さんのような状態になってしまって、それによって夏狩さん自身も非常にあの苦しい思春期を過ごして、40代50代になってようやく、いい旦那さんや子供でこうおかげで、辛い時期を乗り越えて回復してこられたってことを、本に書いておられます。それからこういう方々の声が、J-POP ボイスっていう、インターネットに配信されてますので、ぜひご覧いただければなと思います。でこういうことからのケアラーっていう概念が出てきてまして、介護者ですね、これはあの精神疾患に限りませんけど、身体的疾患あるいは精神的疾患あるいは、認知症などの高齢者に由来する諸問題を抱える、人に対して家族や親戚や友人や隣人として、それを介護する人、それはあの職業としてじゃなくて、無報酬で介護している人ですね。要は精神疾患を持つ方のご家族っていうふうに考えていただければいいと思うんですけど、そういう方のことをケアラーと呼んでいて、で私が今申し上げたようにこうヤングケアラー、若いんだけれども、親御さんが精神疾患なんかを持ってて、そのために、非常にあの過度に、お母さんの面倒を見たり、あるいはあのその他の家族からそういう役割を期待されて、それが非常にストレスな状態になっている人、こうヤングケアラー、このこうヤングケアラーの支援っていうことも大事ですし、そういうケアラーに対して、正しい精神疾患についての知識やあの実践的な対応を身につけていただくケアラーの養成、それからケアラーの支援、こういうのがあの重要になってきています。で日本ケアラー連盟というのも、できてきてまして、私もそういう、連盟の方とよくお話しするんですけども、非常に勉強させられます。でこれはあの本当に精神疾患を持つ方も非常に4分の1の方は生涯で精神疾患を持つって言いましたけど、ケアラーとなる人はもっと多いと思います。ほとんどの方がこれからケアラーになるんじゃないでしょうか。あの身近な方のうつ病、それからお父さんお母さんが必ず高齢になって認知症になられたりすると思うんですね。そうすると介護の問題が出てきます。だからほとんどの全員の方があのケアラーだと思うんですね。ですのであの精神医学の専門家あるいは心理学の専門家にならない方でも、全員があのケアラーになりますので、そうした知識を身につけていただくということが大事になってきます。でここからあの、その心の健康について一人でできることやこう社会としてできることをこう、まとめていきたいというふうに思います。そのことについて非常に参考図書を最近翻訳したのでちょっと資料をお付けしてますけど、もしご興味があればぜひ読んでいただきたいんですけれども、精神保険というのは、精神医学というのは病気になった患者さんを扱う学問でもともとあったわけですけれども、精神保険というのはより一般市民の方の心の健康をどう保つのか、あるいは精神疾患をどう予防するのかというより広い学問のことで、そういうことを達成するために個人レベルでできること、コミュニティレベルでできること、国として取り組まなければいけないことっていうことを分かりやすく書いた本です。でまず、精神保険を、心の健康を
社会として達成するにはエビデンス、事実をつかまなければいけないわけです。で、よく若者の対策っていうようなことを政府の委員会とかでよくやってるんですけれども、全て印象論です。切れる子どもが増えたとか、ゲーム、携帯電話、インターネットが弊害があるんじゃないかとか、はい、いじめと自殺を防ぐには命の大切さの授業をすればいいんじゃないかとか、引きこもりとニートの防止に農業体験をさせればいいんじゃないかとか、全て、印象論です。じゃあこれどうやってエビデンスを出せばいいんでしょうか。これは一つの有力なやり方が一般市民の方に対するコホート研究といわれる手法です。疫学調査を、長期的に、やるものですね。で、私たちはこのことを今取り組んでまして、世田谷区と三鷹市と調布市の3自治体の協力を得て、4500世帯の10歳の一般の子どもたちのところに訪問に行って、思春期の子どもがどうやって自我や価値をこう形成するのか、あるいはその破綻を防ぐにはどうすればいいのかということを、訪問調査で、いろんな質問をして、それをデータとして掴んでいく、こういう研究をしています。で、ホームページもありまして、ぜひご覧いただきたいんですけれども、宇宙飛行士の毛利さんとか作家の浅田二郎さんが感動的な応援のメッセージをくださってますので、後でお読みください。で、あと社会としてできること、あるいは個人としてもできることなんですけれども、特に精神疾患の発症が多い思春期っていうのはこの啓発のターゲットです。先ほどお示したように4分の3までは24歳までに発症しますので、しかも日本では2割の方しか精神保健サービスを受けてません。ですので、ここの年代の方、あるいはその親の方、あるいは教師に対してメンタルヘルスの知識、メンタルヘルスリテラシーをつけていただくというのが非常に重要になってきます。で、申しましたように精神疾患治療についての知識が非常に乏しい、それから精神疾患治療に対する偏見も強い、ということがあります。それから、これは特に日本において言えるんですけれども、病院のサービスは結構あるんですね。東大病院もありますし、精神科のクリニックってたくさんあるんですよね。ところが精神的な不調になった方っていうのは必ずしも、いわゆるこう最終的な精神疾患とは全然限らなくて、その前でかなりせき止められることも多いんですね。ですので、中間的に、もうちょっと保険の段階でこう対応する、あるいは精神疾患やその精神的な不調っていうのはなかなか自分からサービス機関に出向けないっていうのが特徴ですので、それが体の病気と違うところです。ですので、こちら側から出向く、届ける、コミュニティのサービス、こういうものも必要です。ここが普通の医学と違うところで、普通の医学ですと、病院を用意すれば大丈夫なんですけれども、そこが精神医学や精神保険が違うところで、サービスを自分から出向いたり届けたりするサービスを作らないといけないということです。ですので、本当だったらこういう講義とかも皆さんのように、年始からこう熱心にこう出てきている方っていうのは本当の啓発対象じゃないんですね。起きられなくて悶々としてらっしゃるような学生さんの方がよっぽど私の講義をこう聞いていただきたいんですけど、来ていただけないのであれですよね。だから講義とか一つ取っても、こう講義を病院と思えば病院に来る人だけにこうサービスが提供されているというのは不十分なわけですよね。ですので、精神学や精神保険というのは出向くサービスがないといけない、わけです。そのために東京大学とかでも、東京大学をコミュニティとみなせば、東大病院だけがあればいいわけじゃなくて、その手前のサービス、保健センターとか学生相談というのが用意されてて、精神疾患に限らず包括的な生活の相談とかがこうできるようになってるわけですね。で、そのオーストラリアなんかでは非常に進んでまして、
中学生にメンタルヘルスをしっかり教えてます。統合失調症の、についてとか、そういうこともしっかり教えてるんですね。スクールマターズっていう教科書があります。ところが日本では学習指導要領からメンタルヘルスのことが完全に欠落してます。まあ、これはさまざまな理由が、あるんですけれども、私たちはそれをこう、変えようと思ってて、心の健康に対するその中学生の副読本の、プロジェクトを今密かに始めているところです。それからあとは東大の精神科では都立高校にですね、ほとんど全てのお医者さんが一人一個を担当して、その学校の先生や校長先生の困りごとを聞くサービスも展開しています。こういうふうに出向くサービスも展開しているわけです。でコミュニティでこう生活場面で心の健康を支えるには、先ほど言ったようにこう病院を整備すればいいんじゃなくて、それだけでは不十分なわけです。ところが日本の精神保健サービスというのは入院医療に重点が置かれてきて、諸外国に比べて同じ人口当たりの精神科のベッド数はもう格段に多いんですね。こういう状況でこれで精神保健精神医療がもうできてるっていうふうに思ってはいけないんです。その証拠に自殺率とか非常に高いわけです。じゃあどういうサービスが必要かっていうと、例えば保健所から一般市民の方々のお宅にこう定期的に訪問する、ごくわずかな自治体ではそれを積極的に行ってて、全戸訪問っていうんですけど、そういうところから一時予防を図っていくっていうようなことも大事だし、あとそうして特定された方に対していろんな職種の方がサービスを提供する。でそのいろんな方々の、その専門職を束ねるようなそのケースのマネージャーっていうような方も必要になってきます。こういう仕組みっていうのはまだ日本の全国でできてるわけじゃなくて、特定地域でモデル事業としてこう始まってるわけですけど、これが全国に広がることが大事です。一つの例を最後に挙げますけれども、私が勝手に東松島モデルと呼んでるんですけども、これは宮城県の東松島市で東大の精神科が震災診療支援を継続的に行っている地域です。こういう地域の活動というのは非常に全国にどういう精神保健のモデルが必要かのヒントになります。で、東松島市というところは人口4万人ぐらいの小さな町なんですけれども、保健所に非常に有能な保健師さんが、精神科担当の保健師さんが2名ぐらいいて、もともと市民の方々の健康状態を全戸訪問とかでこう把握している地域だったんですね。そうすると震災でもともと精神科に通院しているような市民が服薬ができなかったりして悪化してもですね、そういう方をこう把握しているので、ご自宅にその保健師さんが出向いたり、あるいは支援に行った私たちに、あそこのお宅ちょっと訪問してもらえませんかって言われて、私たちが出向いたりっていうようなことで、出向く形の支援ということが行えるわけです。もちろん避難所での新たに発生する精神疾患に対する対応なんかも行うわけですね。でちょっと震災から落ち着いてくると、保健所が早速また全戸訪問を始めるんですね。で、新たな精神保健的なニーズを引き出して、例えば震災で奥さんを失ってアルコール依存的になっている人がいれば、そういう方に今度保健所に来てもらって、私たちの東京の精神科医が出向いているところに来てもらって、その東松島市保健所でですね、そうした方の相談に乗ってあげたり、あるいはこうなかなか来られないような方であれば、我々自身が保健所のごめんなさい、そのお宅に出向くっていうことも、させていただきました。それから小中学校が開始すると、学校の先生はですね、プールを、
子どもにこうプールの授業していいのかと、津波で怖がってる生徒たちにプールの授業していいのかとか、いろんなあの疑問が湧いてきます。それからあの子どもたちもお父さんお母さんを失ったりして、非常にあの PTSD みたいになったりしてます。でこういう方々に対して保健所と我々精神科医が出向いて、学校の先生を通じて、児童やあの生徒の心のケアの対応をしたり、またそこで見出された要フォローの方については保健所に来ていただいて、相談したりというようなことを、進めていくことができるわけです。でもうちょっと落ち着いてくると、今度は仮設住宅ができてくるんで、そこでもまた保健婦さんと一緒に出向いていって、アルコール依存症は怖いですよと、これから冬になってお酒の美味しい地域ですので、そういうアルコール依存症になったりする方も多いわけですけれども、そういうことの予防のための講演会をやったり、相談をしたりとか、職員の方が寝ずにこう半年も働いててうつ状態になっているので、市の職員の方に面談したりとか、で、さまざまな職種の壁を越えて連携を図って自殺の予防をすると。自殺の予防というのは精神医学だけでできることではなくて、それこそ負債を抱えた人に早く義援金を届けるとか、法律相談するとかも非常に重要ですので、そういうことも含めて包括的に自殺の予防の活動をするというようなこともできて、必要になってくるわけです。でこういうふうに精神保険というのは病院だけがあればできるわけじゃなくて、特に日本ですと保健所ってところがありますので、人口例えば5万人ずつぐらいの単位で保健所がしっかり機能してて、もともと住民の方の健康状態を把握してて、平時からそういうことが行われていると。で必要な方に医療にかかっていただくと。で、震災のような緊急事態があっても、周囲からの支援を受けつつ、保健所が残されていればこうした震災の震災後の精神保険もシステマティックにできるということです。東大病院でもそうした精神に限らず身体のことも含めて、震災等が起きたときに初期の対応と中長期的な保険の対応等をマネージメントするような部署を開設したりもしています。でちょっと演習の時間を30分ぐらい残すとお約束したので、ここで終わりにしますけど、今日が私が言いたかったのは、精神医学っていうのは、脳科学に基盤を置いてて、だからこそ医学の一分野なんですけれども、脳の臓器としての特異性は心っていう、精神機能っていう、働きを持つ臓器なんですね。でそれがゆえに思春期になって自我っていう機能が発達してくると、自分自身でその回路を回して心の機能を発展させることができて、それが脳機能に刻まれる。でその脳と心の回路っていうのは生活っていう場面で発展してくると。そういうことでアプローチは脳の部分、心の部分、生活の部分に対するアプローチがあるということです。で精神疾患っていうのは非常に高頻度で思春期発症することで、これを早期に支援したり予防したりすることによって、一人一人の心の健康が高まったり、あるいはケアラーと言われる人たちに対応することも大事で、結果として社会全体の豊かさ、この講義のタイトルである知と幸福の、そういうことにこう貢献する分野であるということですね。でこれから皆さんにぜひ皆さん自身が全員がケアラーですので、自分自身をケアラーとして養成していっていただきたいんですけれども、その時にバリューベースドアプローチということをぜひ考えてください。これを真剣に考えると、たとえ予備知識がなくてもご家族の方が急に例えば15歳の弟が学校に行かなくなってどうしようっていう時に、ちょっとどういう、自分の家庭がどういう家庭で親御さんがどういうふうにその弟さんを育ててて、自分自身とどういうふうな、なんていうのか差別化をして親御さんが育ててきてるのかとか、そういうことを考えていただく、
そういうことによってその弟さんへの対応ということが自然に常識として思いついてきます。それから高齢のお母さんがもし認知お母さんおばあさんが認知症になってしまったとします。それ認知症になったとしても認知症だから何もわからない人になったわけじゃなくて、それまでの人生でどういう価値観を持って生きてきたか、そういうことによって症状や行動が変化しますから、そういうところを丹念に振り返ってこい、他のケアラー同士でですね振り返っていただくことで認知症を持つおばあさんの対応を家族全体で一丸となってできることにもつながりますので、このバリューベースアプローチというのをぜひ実践していただきたいなと思います。それからメンタルヘルスリテラシーを身につけていただく、統合失調症やうつ病、そうした疾患の知識を正確に身につけていただくということはケアラーとして大事なことですので、先ほどの J-POP ボイスとか非常に活用していただければと思います。から社会ができることっていうのは皆さん自身が考えることというか私たちが考えることかもしれませんけれども、そのコミュニティ精神保険ということを実現するということを考える必要があります。で東京大学も先ほど言ったようにコミュニティとみなせば非常に大きなコミュニティなので、そういうことで保健センターとか学生相談とかも非常に大事ですし、また皆さん住んでらっしゃる自治体、文京区の方が多いかもしれませんけど、他の区でもですね、いろんなコミュニティ精神保健を実現するための会議をやったりしてますので、例えば世田谷区でも、私世田谷区に住んでるんですけど、心の健康を実現す、心の健康社会を実現するための区民会議とかを保健所でやったりして、私も参加したりしてますけど、そういう市民の方が町づくりとして、町づくりをするときに、コミュニティづくりをするときに心の健康っていうことの重要性を取り入れるっていう、そういう感覚っていうのはどなたにでもできることですので、そうしたことを実現していただければといいと思います。それから会社とかに勤められても会社もコミュニティですし、あるいは政府関係者に皆さんなられても政策を実現するときにぜひこの体の健康や心の健康ってことをが実現するような仕組みになっているかということを考えて施策を作っていただくとか、いろんな形で社会ができることっていうのも皆さんも一人一人取り組めることですね。以上になります。ご清聴ありがとうございました。今日のお話自体にも関係のあることですし、僕は参考文献のこの挙げていただいたリタのすすめっていうものも読ませていただいて一つ考えたことなんですけれども、やっぱりその、身近な人であれ自分のためであれその相手のためであれ、その精神的なその疾患とかそういうものを持った方へ の, 支援ケアラーになるっていうことが多分これからの中で、今までよりも必要になってくると思うんですけれども、そういう時にやっぱ相手の幸福っていうことを考える上でどうしてもその自分にとっての幸福っていうものをどうしても基準にしてしまうってことが多分あると思っていて、でもやっぱりこの精神疾患っていう必ずしもその感知するってことを前提にした病気ではないものに対してそういうスタンダードを押し付けるっていうことが必ずしも良い方法ではないっていうことがそのこの本の中にも、あるいはその僕は専学期受けていた精神医学の授業の中でも述べられていたんですけれども、やっぱりそうした時にやっぱりそういう方への幸せっていうのをなんかどういうふうに考えていけばいいかっていうか、自分にとってのその幸福っていうのとの葛藤っていうのをどういうふうに考えていけばいいのかなっていうのが一つ、その身近なメンタルヘルスっていうかそのケアラーになるっていう上で一つ疑問というか難しいことだなというふうに感じました。非常に本質的な質問で、私たち精神医学をやっているものはそれに対して何か模範解答を持っているとかでは全然ないです。まさにおっしゃられたことが重要になってきます。で、お配りした精神保健サービス実践ガイドにもその、
エビデンスも大事だけども、その倫理原則も大事だってことが書かれてます。で、ですので、こう精神疾患を持つ方や、あるいは精神的な不調を抱える方のこう支援を考えて、何がゴールかっていうことを設定するときに、まさにおっしゃられた通りに、我々自身の価値観をこう押し付けるっていうことは倫理的ではないんですよね。そうすると、じゃあどうするかっていうと、まずバリューベースアプローチで、その方がどのような価値をこう持ってこう生きてこられたの、発達してこられたのか、でどういう人生の目標をもともと持っておられたのか、そこのアセスメントをきっちりして、でそこにこう戻してあげるような感じですかね。そういう形がゴールだし、こうそういうことがリカバリーっていうことになるんじゃないかなと思います。で、それには答えがあるわけじゃないので、本当に試行錯誤だと思いますし、で私たちのような専門家は特にそれは非常に倫理的な態度が要請されます。で、精神疾患を持つ方とかは非常に死にたくない自殺念慮が出てくるんですよね。そうした方が自殺しないように対応できるかどうかっていうのは、非常に支援者側の倫理的な態度が非常に要請されます。ですので、本当に答えはないんですけれども、常にそういう感覚をケアラーとしてこう磨くっていうのが大事になってくるんでしょうね。最後に一つ質問させていただきます。お話ありがとうございました。このように精神疾患とかについてはだんだん啓発とかも進んできて、少しずつ社会的な認知とかも広がっていると思うんですけども、で若い人も結構すぐになんか鬱だとか病んだとかっていうようなところもあるなと思っていて、でその精神疾患についての認知が広まるっていうのはいい側面もあると思うんですけども、逆にその肩こりっていう表現を知ってるから肩が日本人だけ凝るみたいな感じで、予言の自己成就的な感じで、その知ってるからこそ精神疾患の人が増えてしまうとか悪い影響が出るってことはあるのかなっていうふうに思ったんですけど、その点についてはいかがですか？それをまさに特にマスメディア等の影響は大きいんですけれども、その精神疾患についての、専門家としてのこう正しいっていうとまた語弊がありますけれども、バランスの取れた知識リテラシーっていうものをどうやってこう供給できるかっていうのがすごい大事になってくると思います。で、そうした情報がないと、インターネット時代ですので、皆さんうつ病とかこう統合失調症とか発達障害とかインターネットで検索すると、専門家でない人が印象論で書いたこと、あるいは悪意を持ってそういう精神学とかを否定する人が書いた言葉、そういうことの方が検索のトップに出てきてしまうんですね。で、そういうことっていうのは、それを真剣に検索した人を惑わすことにもなりますので、私たちがいかにこのリテラシーをこうバランスの取れた形でこう提供するってことも大事で、あとそれを一方的にインターネットに載っけただけでは、どのようにその一般の市民の方が解釈するか分かりませんよね。ですので、アフターフォローっていうか、いろんな機会を通じて市民の方に講演しても、その後どういう感想を持ったかとか、そういうこう話し合いっていうんですかね、そういうのも非常に重要です。そうでないと、スティグマ、偏見というものをかえって助長することにもなりかねないっていうか、ですので、うつ病とかこう発達障害とかについて、バランスの取れた、ね、リテラシーをこういかに市民の方とこう専門家がですね、共有できるか、これがやっぱり重要になってくるでしょうね。こちらの方で話しあったのは、ケアラー、その何かしら疾患がある人に対するケアラーの話はもちろんですが、そのケアラーに対する、さらにケアラーが必要なのではないかと思って、例えばその介護とかするにしろ、そのケアラーの方はすごいストレスが溜まったりして、それでまた伝染していく可能性もあるので、その周りのケアラーっていう意識もすごい必要かなと。例えばその
何か疾患を持つ家族に疾患を持つ人がいる人の友人とかがまだそのケアを考えるとか、そういう意識が必要なんだなと。あとはあと出た話としては、病院が非常に敷居が高いので、例えば大学だと先ほどおっしゃられたようにそのもっと簡単に行けそうなところがあるんですけど、まだ大学の外とか出るとなかなかその公共のレベルとかでも存在しないので、そういったものが必要なのではないか。で あるいはそのケアラーのケアラーの話に戻るんですけれども、もし例えば小さい10歳とかそれくらいの思春期の子どもの親がその何かしら疾患を持つようになってしまったという時に、そのもし家族がその 子供と親だけだとケアラーのケアラーがあまり存在しないんじゃないかと思って、そういった時にはのためにもやっぱり訪問とかそういったものが必要なのではないかなという話をしていました。以上です。はい、私たちのグループは自分が精神疾患にもしもなってしまったときにどういうふうにすればいいかというようなことを中心に話していました。どうしても病気か、そもそもその自分の状態がわからないということだったり、病気にされたくないということや精神科というものの敷居がすごく高いというようなことがあるので、どう対処していいかなかなかわからなくなるんじゃないかなという話が出ていました。で、そういう場合に備えて大事なことが2つあるかなと思っていて、で1つ目は何かその自分が落ち込んでしまったり悩んでしまったりしたときに、ちゃんと話せるような関係になっている人がいる、信頼できる人がいるっていう状態がまず大事だなっていうのと、あと1つはその精神疾患とかっていうのは特に特殊なことでもないし、よく起こることだし、病院に行くのは恥ずかしいことじゃないとか、病院に行くっていうような、選択肢っていうのを分かっている、そういう心構えがある状態に自分がなっているっていうのがすごい大事だなっていうふうに思いました。以上です。はい、この班でも、様々な意見が出まして、なかなか一つにまとめるのは難しいんですけれども、やっぱりその精神病っていうものがそのどうしてもやっぱ他の病気に比べると我々の認識としてその曖昧な境界を持ったものっていうことがやっぱりその対応っていうのを難しくしてるし、そのいろいろなその対応のあり方っていうのをやっぱり生み出していると思っていて、例えば一つの考えとしては、やっぱうつ病のほとんどの人がやっぱそう思われていないっていうことから始まって、やっぱり困ったら行くっていうくらいのやっぱり気持ちっていうのがまず大事だっていうことも考えられるし、一方でやっぱりそのまあその小さなその悩みとかから始まって、やっぱりそのそういうものをやっぱり成長の一段階っていうか、やっぱ必要なものとして考えていくっていう多分立場も必要で、まあ、そういういろいろなその立場に関してやっぱり最終的にどのような対応を取っていくかっていうことがやっぱり難しいなっていう感じはしました。まあ、最終的にはその必ずしもその形にこだわらず、その人がその病気であるか、あるいはそのケアラーとかっていう言葉にこだわらずに、まあ、最近であればその SNS とかそういうものも広まっている中で、その身近な一人として、あるいはその友達として、やっぱそういう立場での対応っていうのがやっぱりそれはそれでやっぱ一つ重要なことなのかなというような意見も、はい、出ました。あとやっぱりケアラーに対するケアっていうのが必要であるっていうことはやっぱりこの班でも意見が出ました。それから特にその自分の家族だとかやっぱ身近な人に対するケアを考える上で、なおさら近い人であればあればあるほどやっぱりその人を否定したくないっていうか、その気持ちがやっぱり強いと思うので、やっぱり客観的な目っていうのがなおさら必要になってくるんではないかなっていう、そういうふうな意見も出ました。はい、以上です。この班では、まずケアラーとして話をまず聞いてあげるというのが大事だろうっていうのが、という意見がたくさん出ました。で、例えば私たち今学生ですけれども、この大学というコミュニティにはその就活だとか、あと進学だとか共通の悩みを抱えている人たちがたくさんいて、でそういうところで同じ背景を持っているということで、同じ環境にいるからこその価値というものを提供できるのではないかという意見がありました。であとまたカルトなどにはまってしまった人の逆洗脳っていう話が出たんですけれども、その逆洗脳を行う際にそのひたすらその人の言うことを聞いてあげるっていうことがまず大事にされているということで、そういう何でしょう、実社会においてもその、よく聞くということが重視されている。であとその話を聞いてあげるっていうことの前提として、まず信頼関係というものが両者の間で築かれていないと
まあ、その精神疾患を抱えている人も話さないだろうということで、まずその、まあ、これは私の意見だったんですけれども、その人のことをまず否定しないっていうことが大事なのではないかなと考えました。であと他にその未開民族のにおける精神疾患の話が出たんですけれども、そのやはりそういう、まあ、未開の地に住んでいる民族の中でも精神疾患を抱える人類というのは必ず、まあ、いると。で、しかしながらその中においてもうその人は、こういう私たちが住んでいるような都市において、まあ、あの人はこういう病気だからとか言って敬遠したりとかそういうことはなくって、むしろその、まあ、なんか一人でブツブツ言ったりとかしてるけれども、そのコミュニティの中で、敬意なども持たれて、まあ、うまく生活していると。ということで、その病気、精神疾患が病気であるっていう認識自体がこの近代になってからできたのではないかっていうお話があったりとか、まあ、あとはそこから派生して、その精神疾患というのが社会的な文脈に結構かなり関わっているというか依存しているのではないかという意見などがありました。以上です。本質的な意見をいっぱい言っていただいてありがとうございます。少しメモに書きましたけど、身近な人同士のこうケアでできることをね、否定せずに話を聞く信頼関係がこう大事、非常に本質的な意見が出たと思います。で、自分と同じ境遇の人同士で話するのがいいっていう意見が出ましたが、それを我々ピアって呼んでて、精神疾患を持つ方の例えばこう就労を支援するときに、その経験者、精神疾患を持つ人でリカバリーを達成した人自身がその精神疾患を持つ人をこうケアすると、またその我々専門家がですね、対応するのと違った良さがあるんですね。そのピアカウンセリングと呼んだり、ピアってことをなんていうか生業とするというか、ボランティアでそういうピアカウンセリングをやってるような当事者の方もいらっしゃったりします。それからこう正常と異常の境界という話も出て、やはりこう正常からのこうスペクトラムとして、発達心理学的にこう理解するというのはすごいやっぱり重要なことで、なんて言うんでしょうか、こう精神学の知識を中途半端に持ちすぎて、こう正常とこう境界の、正常と異常の境界をこう変に持ちすぎて、なんて言うんでしょうかね、人を見るとこの人はうつ病か発達障害かどうかとかそういうふうに考えるんじゃなくて、もうちょっと素人的にですね、正常からのスペクトラム、発達心理学的にこう捉えていただくというのがやはり大事なことですよね。で、あとはケアラーのケア、ケアラー支援ってことが大事だってことはすごく今日の重要な収穫だと思います。それから病院より手前の地域サービスがないあるといいっていうのは本当にその通りで、今後やっぱり保健所を起点にして病院より手前のサービス、あるときはアウトリーチで、あるときは保健所に気楽に正常な方でも単にこう生活に困って生活やその、適応に困っているというレベルで簡単に相談できる、そういうのがコミュニティにあったり学校にあったり、職場にあったりするというのはすごい大事なことだと思います。それから文化や社会と精神学の話も出ましたけど、これ話し出すと長いので、まあ、それほど長いコメントをするのは差し控えますけど、まさに本質的で、精神学というのは医学の中の一分野なんですけれども、必ず文化や社会の影響をこう受けるんですね。ですので、診断基準やあるいは、どういう方を疾患とみなしてこう対応するかということは、やはり普通のこう客観的な医学疾患と同列には使えない部分があるんですね。ですのでそこに、倫理原則が必要とされてくるってことになります。そういうことで精神学っていうのは非常に文化や社会とこう密接につながってて奥深くて、であまり一方的に進むと反精神学っていってアンティサイキアトリーっていって1960年代とかに非常にポストモダニズムの影響で流行った、で東大の安田講堂が炎上したのもそういう影響があるわけですけど、そういうことに触れたりですね、あるいは
逆にこう生物学的精神学に非常に触れたりすることをこう歴史的に世界中でこう繰り返してきてるんですね。そのぐらい本質的な難しさをはらんでますので、やはりバランスモデルっていうのが非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに思っています。じゃあ皆さん非常にいいグループワークをしていただいて、今日からまたケアラーとしてですね、自分自身をまた養成していっていただければありがたいと思います。非常に今後一生そういう感覚を持って過ごしていただくということは非常に皆さんの人生が多分豊かになると思いますので、また何かありましたら私に気軽に質問してください。じゃあご清聴ありがとうございました。笠井先生ありがとうございました。今日のご講義は非常に明確なメッセージがあったとともに、今までの講義でももちろんメッセージがあったと思いますけども、実践的に明日から何をするかという問題と直結していたという意味では、今までと一味違うなんていうか皆さんにとっての収穫があったんじゃないかと思います。でと同時に改めて今回の講義の全体の中でのこの位置づけというか、そういうこともまた皆さん考えていただきたいんですけど、私なりに一つ二つ気づいたことを最後にちょっとだけ申し上げておきますと、今回の話の中で言葉によって人間は自分が自分であるというふうに再帰的にっていう言葉を使っておられたと思うんですけども、そこのところが非常に今回の幸福の問題についても面白いと思いました。つまり幸福であるっていうのと自分が幸福であると思うっていうこととの境目っていうのは非常に微妙で、意外に外からこの人は幸福だよねって言ってる人は自分のことをいちいち幸福だと思っていないとか、そういうことがいろいろとあると思うんですね。でだから幸福っていうのはそもそも言葉によって達成されるっていうような要素もあると思う、そのことを改めて感じたのっていうことが一つと、それからそうですね、先ほど禅のお坊さんの話が出たと思うんですけれども、今までの講義でちょっと対立軸みたいなものが一つあって、幸福っていうのは現状維持を旨とするものである、つまりいかに現状維持するかが幸福に結びついているっていう考え方と、常に変化していくことが幸福であるっていう考え方がちょっと別の対立する考え方として、見えてきたなということがあったんですけども、その役に立つとか、それから、感謝されるとか、そういう要素っていうのはまたちょっとそれとも違う新しい視点を提供してくれていて、非常に新鮮だったなと私は思いました。そういうようなちょっと私自身が引っかかったことを今最後に触れておきましたけど、もしそういうこともヒントにして今後この講義全体像を皆さんで意味の連関を見つけていってくだされば、より有意義な講義になるかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは笠井先生に改めて最後拍手をお願いいたします。ありがとうございます。安倍先生が本当に十二分に私の講義をこう深く理解していたのを感銘を受けまして、本当にありがとうございます。言葉っていうことと、こう主観と客観っていうことと精神学っていうのはすごい関わりが深い、なっていうふうにこう常々思ってますので、そうした形でまたお互い深めていければいいかなと思ってますので、本当にありがとうございます。